アリサです。今回はアリサのスクイーズベアでじゃじゃん、ニコプチ2月号を紹介していきます。表紙を飾っているのはアリサが大好きな林美亜里ちゃんです。ティアラチャンネル。ブランド福袋祭りって書いてあるんだけど、ティアラーズの子たちは福袋を買うかな。それでは早速付録を見ていきたいと思います。付録はゼニーラブの鍵付きスケジュール帳です。じゃじゃーん、ポイントが4つあって、1個目は1年間たっぷり書き込める大ボリューム。2つ目がノートに書いた秘密は鍵でしっかり管理。次が時間割を書いて忘れ物予防。最後が韓国ガール風自動販売機デザインです。電力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 パカーン、かわいい。今流行りのオルちゃんの自動販売機です。あとね、鍵がね、鍵が水色でかわいいです。ほら、結構頑丈で厚みがあるね。よし、じゃあこっちも開けます。あー、かわいい。これで秘密もね、ちゃんと秘密になります。全体的にピンクでかわいいです。あとね、このね、鍵のところが水色で、これもオルちゃんっていう感じがします。あ、かわいい。全体的に見てみたら、もうピンクとピンクで、ピンクピンクピンクで可愛い。影が可愛い。ハートで、このハートの水色っていうのも可愛いね。そしてこうやってしてカシッとしたら、じゃん、秘密が秘密になる、秘密ができます。ということで、今回はアリサのスクイーズミアでニコプチ2月号を紹介しました。次回もお楽しみに。まったね。で、この付録がオルちゃん系だったので、アリサも前髪をシースルーにして赤い口紅をつけてオルちゃん系にしてみました。